山形県立新城南高等学校金山校は、山形県最上郡金山町大技金山にある県立高等学校、連携型中高一貫校である。山形県教育委員会が示した公立高等学校再編整備計画では、1学年に学級規模の学校において入学者が定員の2、 3未満となった年度が2回となった場合、その翌年度には1学級減らし、さらにその2年後に分校化する。分校となった場合は、原則としてその後の入学者募集を停止する。という方針があり、金山校は2006.07年度入学者数が、定員80人に対してに、3未満となったことから、分校課対象高校へ指定された。これを受けて、 金山校出身者らで構成される金山高等学校を存続させる会は2007年8月2日に現状のままの存続を求める要望書を県教委へ対して提出した。2007年8月7日、県教委は当面は入学者定員を現状規模の2学級80人とし、本校として継続するとした。また、 今後入学者数が40人程度となった年度が3年間続いた場合、その翌年度より1学級減らすとした。そして2014年度より新庄南高校の分校となることが決まった。ありがとうございます。